な。逃げるな。こっちにおいで、パパのとこに。邪魔だ、どけ。よし、行くな、行くな。おい、待てよ。待て、戻ってこい。そこで襲い。取った。あっ、ちょっと遅れそうなんだ。今渋滞にはまってて。もう始まってるのよ。最悪じゃない。分かってる、ごめん。今どこ？1丁目、2丁目、3丁目。ああ、5分から10分で着く。その音サイレン？違う。ピーター？違うよ。ピーター、サイレンじゃない。僕は。ピーター、何があったの？ピーター、ピーター、ここで素晴らしい女性を紹介しましょう。本当だ。ピッ、今年の首席卒業生です。盛大な拍手を。グエン・ステイシー。おはようございます、先生方、卒業生、ご家族の皆さん。ここに立てるのは大きな名誉です。挨拶しに来た。一応言っとくと、僕予定に遅れそうでさ。おしまいだぞ、スパイダー。マジ？人生は永遠に思えます。それも当然でしょう、高校を終えた今は。しかし短い高校生活と同様、人生にも価値があると思えるのは永遠ではないからです。終わりがあるからかけがえがない。それを今実感しています。そして今日、いつにも増して感じるのは生きていることへの感謝の念。他人の考えに従うと人生は無駄になります。有意義なものとするため、自らの大事なもののために戦う。何があろうと、たとえ失敗に終わっても、それこそが最高の生き方です。ごめん、どっちへ。おはへい。これもらうよ、君のじゃない。これで済むと思うなよ、クモ野郎。